私がキャラバンの頭だと黒い目のあごひげを生やした男が言った。一緒に行く人々の精子は私が握っている。砂漠は浮気な女で時には男どもを気違いのように駆り立てるものだ。そこには二百人近い人と四百頭の動物が。 集合していた動物はラクダや馬やラバやカキン類だった群衆の中には女や子供もいたがベルトに剣を刺し肩にライフル銃をつった男たちもたくさんいたイギリス人は本をいっぱい詰めたスーツケースを何個も持っていた。 みんながガヤガヤとやかましかったのでかしらは自分の言うことをみんなに理解させるために何回も同じことを繰り返して言わなければならなかったここにはいろいろな違った人たちが集まっているそしてみんなそれぞれ自分の神様がいる私が使えるのはアラーだけだ。 彼の名に誓って、私はもう一度、砂漠に勝ち抜くため、できる限りのことをすると誓う。あなた方も、それぞれが信ずる神様に、どんなことがあろうと、私の命令に従うと誓ってください。砂漠では命令に従わないことは、死を意味するからです。群衆の中から、 ぶつぶつと祈る声が沸き起こった各人が自分の神様に静かに祈っていた少年はイエス・キリストに誓ったイギリス人は何も言わなかった人々のつぶやきは単なる誓いの言葉よりずっと長く続いた人々は 手に守ってくれるように祈っていたラッパの長々と吹き鳴らされた合図でみんなは馬やラクダに乗った少年もイギリス人もラクダを飼ってあったのでそれぞれ不安定ながらラクダの背中に乗った少年はイギリス人のラクダを気の毒に思った 彼が本の詰まったスーツケースと一緒に乗ったからだ偶然というものはないとイギリス人は倉庫で中断された会話の続きを話し出した僕がここに来たのは友達からあるアラブ人のことを聞いたからだそのアラブ人はしかし キャラバンが動き始めたのでイギリス人の話を聞くのは不可能だったけれど少年は彼が何を言おうとしていたのか知っていたそれは不思議な物事は鎖のように一つずつつながって起こってくるということだった同じことは少年にも起こっていたその 同じ鎖が彼を羊飼いにし繰り返し同じ夢を見させ王様に会うためにアフリカに近い町へ連れて行きクリスタル商人に会うために泥棒に会わせたのだったそして自分の運命の実現に近づけば近づくほどその運命が まますます存在の真の理由になっていくと少年は思った大正は東に向かって進んだ午前中旅をして太陽が一番強くなると休憩し午後遅くなってまた動き始めた少年はイギリス人とめったに話をしなかった イギリス人はほとんどの時間本を読んでいた少年は砂漠を進んでいく動物や人々を黙って観察していた出発した日と比べると今は全てが全く違っていた出発した日は人々の叫び声や子供の鳴き声動物のいな鳴きが 道先案内人や商人の神経質な指令などと言い交じって混乱していたしかし砂漠に出ると絶え間なく吹いている風の音と動物のひずめの音だけになった案内人さえもほとんど喋らなくなった「私はこの砂漠を何度も越えたことがある」 一人のいがある夜行った。しかし砂漠はとても大きく地平線はとても遠いので人は自分を小さく感じ黙っているべきだと思うようになるんだ少年はこれまで砂漠に来たことはなかったが彼の言おうとしていることが直感的に分かった。 少年は海を見たり火を見たりするとそこに永遠の力を感じていつも静かになった僕は羊たちから物事を学びクリスタルからも学んだと少年は思った砂漠からも何かを学べるに違いない砂漠は年をとっていて とても賢いように思えた。風は決して止むことはなかった少年はタリファの要塞に座っていた時同じ風が顔に吹きつけていたのを思い出した彼は少年に羊の毛を思い出させた彼の羊たちは今頃アンダルシアの平原で 食料と水を探し求めているだろう彼らがいつもそうだったように「彼らはもう僕の羊じゃないんだ」と彼は哀愁を感じずに独りごとを言った彼らは新しい羊飼いになれただろうそしておそらくもう僕のことは 忘れててしまっているだろう。それでいいのだ羊のような動物は旅に慣れているから新しいことにもなれることを知っているのだ彼は商人の娘のことを思い出したそしてきっと彼女はもう結婚しただろうと思ったおそらくパンやか本が読めて 彼女に面白い話をしてくれる羊飼いとだろう。結局のところ、そういう羊飼いは、自分一人しかいないわけではないのだ。しかし、少年は落雑会が言ったことが直感的に分かったので嬉しかった。彼もきっと、すべての人の過去と現在に関わる宇宙の言葉を学んでいるのかもしれなかった。 彼の母親はそうしたことを「虫の知らせ」と言っていた少年は直感とは魂が急に宇宙の生命の流れに侵入することだと理解し始めたそこでは全ての人の歴史がつながっていて全てのことが分かってしまうそこに全てが書かれているからだ マクタブと少年はクリスタルの商人のことを思い出しながらつぶやいた砂漠はある場所は全てが砂だったが他の場所は岩だらけだったキャラバンは行く手を岩山でさやぎられるとその山を迂回して進まなければならなかった。 岩ばかりの大きな地帯があると大きな回り道をしなければならなかった砂が細かすぎて動物のひずめでは歩けないと砂がもっとしっかりしている場所を探さなくてはならなかったある場所では湖がひ上がって地面が塩で覆われていることもあったそういうところでは 動物たちは立ち往生してしまいらくだいはラクダから降りて荷物を降ろしてやらなければならなかった落くだいたちはその足場のしっかりしない場所では積み荷を人力で運び通り過ぎてから再びラクダに積み直したもし道案内人が病気になったり死んだりすると。 落使いたちはくじを引いて新しい道案内人を決めたしかしこれはすべて一つの基本的な理由のためだった何回遠回りしても何回方向を変えてもキャラバンはいつも決まった一定の方向に向かって進んでいった一旦障害が克服されると それは再び元のコースに戻った。オアシスのありかを示している星を目指して進むのだった。人々は明け方の空にその星が輝いているのを見ると、自分たちが水とヤシの木と避難場所と人々のいる場所に向かって正しいコースを進んでいるのを知るのだった。 そうしたことに何も気がつかないのでいるのはイギリス人だけだった彼はほとんどの時間自分の持ってきた本を読みふけっていた少年も本を持っていたそして旅の最初の23日はそれを読もうとしたしかしキャラバンを観察したり 風の音をいいている方が、もっとずっとと面白いわかった自分のラクダをもっとよく知るためにはどうすればいいか学びラクダとの友情を築づくやいなや彼は本を捨ててしまった少年はそれまで本を開けるたびに何か大切なことを学べるという迷信を持っていたがここでは本は 不必要な荷物だと決めたのだった彼は自分のラクについているラクダ使いと親しくなった夜一緒に火の周りに座っているとき少年は自分が羊飼いだったときの冒険についてラクダ使いに話したあるときこうした会話の中でラクダ使いは少年に 自分の人生の物語を語った「私はエルカイルムの近くにずっと住んでいました」と彼は言った私には果樹園と子供があり死ぬ時まで変わらないような毎日の生活がありましたある年のこと作物がいつもより出来がよく私たちはみんなでメッカに行きました 私は人生でまだ果たしていなかった義務をやり遂げたのです私は幸せに死ぬことができると思うととても嬉しかったものですある日のこと大地が揺れ始めましたそしてナイル川が堤防を越えてあふれ出しましたそんなことは人には起こっても 自分には絶対に起こらないことだと思っていました。私の隣人はその洪水でオリーブの木を全部失ってしまうのを恐れました。私の妻は子供を失うのを恐れました。私は自分が持っているものの全てがダメになるだろうと思いました。結局 土地は荒廃し私は他に生きていく方法を見つけなければなりませんでしただから今、こうして落くだいをやっているのですしかしその災害は私にアラーの言葉を理解させてくれました人は自分の必要と希望を満たす能力さえあれば道を 恐れることはないということです私たちは持っているものそれが命であれ所有物であれ土地であれそれを失うことを恐れていますしかし自分の人生の物語と世界の歴史が同じものの手によって書かれていると知ったときそんな恐れは消えてしまうのです 時々彼らのキャラバンは別のキャラバンと出会った一方は他方が必要とする何かを常に持っていたそれは全てが一つの手で書かれていることをまさに示しているかのようだった彼らは火を囲んで座りラクダ使いは嵐の情報を交換し砂漠の物語を語った また別の時には顔を隠した不思議な男たちが現れた彼らはベトウィン族でキャラバンの航路を監視していた彼らは盗賊や野蛮な部族に関して警告してくれたそして黙って現れ黙って立ち去っていった彼らは 黒い衣服を着て、目元だけしか見えなかった。ある夜、一人のラクダ使いがイギリス人と少年が座っている日のところへ来た。部族間の戦争が始まったという噂があります」と彼は二人に話した。三人は押し黙った。誰も何も言わなかったが、少年は空気中に。 恐怖感がが漂っていいるのに気がついた。もう一度少年は言葉のない言葉宇宙の言葉を体験していたのだったイギリス人は自分たちは危険にさらされているのかと聞いた砂漠へ出てしまってからは後戻りはできません。 ラクダ使いは言った後戻りができなければ前に進むことだけを心配すればいいのです危険も含めてすべてはアラーの髪次第ですそして彼は不思議な言葉「マクタブ」で話を締めくくったキャラバンに もっと注意していた方がいいと思いますよ。ラクダ使いが言ってしまうと、少年はイギリス人に言った。私たちはいくつも回り道をしていますが、いつも同じ目的地に向かって進んでいるのです。君こそもっと世界について書かれた本を読むべきだよ。とイギリス人が答えた。 本はその点キャラバンのようなものだから人と動物の大きな集団は前より早く進み始めたそれまでも昼間はいつも沈黙を守っていたが夜になると旅行者は火を囲んでよく話した今は夜になっても静かになった そしてある日キャラバンのリーダーたちは夜火を燃やしてはならないという決定を下したキャラバンに注意を引かないためだった旅人たちは夜になると夜間の寒さから身を守るために動物を円形に並べその円の中に固まって寝るようにしたそしてリーダーたちは武装した見張りを グループの周りに配置したイギリス人はある夜眠ることができなかった彼は少年を起こして野営地の周りの砂丘へ散歩に出かけた満月の夜だった少年はイギリス人に自分の人生の物語を話したイギリス人は少年が クリスタルの店で働き始めてから起こったことにとても興味を惹かれたそれは全てのことに当てはまる原則だと彼は言った錬金術ではそれは「大いなる魂」と呼ばれているんだ君が何かを全身全霊で欲した時君はその大いなる魂と最も近い場所にいるそれはいつも 前向きな力として働くのだこれは人間だけに与えられた贈り物ではないと言ったそしてそれが鉱物であろうと植物であろうと動物であろうと単なる思いであろうと地上にあるすべてのものは魂を持っていると彼は続けた地球上にあるすべてのものは常に形を変えている なぜなら地球は生きているからだそして地球には魂があるからだ私たちはその魂の一部なので地球の魂が私たちのために働いていることをほとんど認識していないしかしクリスタルの店にいた時グラスでさえ君が成功するように協力してくれたことに 君はきっと気がついたことだろう少年は月と白く光る砂を見ながらしばらくの間そのことを考えてみた「僕はキャラバンが砂漠を渡ってゆくのをよく観察していたんです」と彼が言ったキャラバンと砂漠は同じ言葉を話していました だからこそ砂漠はキャラバンが横切っていくのを許してくれるのですそれはキャラバンの一歩一歩をテストして時間通りに行っているか見ていますそしてもし時間通りならば僕たちはオアシスに行けるはずですもし我々のどちらかが その言葉を理解せずに個人的な勇気だけでキャラバンに加わっていたらこの度はもっと困難なものになっていたでしょう二人はそこに立って月を見ていたあれは全長の魔法だと少年が言った案内人がどうやって砂漠のサインを読むのか 見ていましたそしてどうやってキャラバンの魂が砂漠の魂に語りかけているのかも観察したのですイギリス人が言った「僕ももっとキャラバンを注意してみた方がいいのかもしれない」そして僕も「あなたの本をもっと読んだ方がいいのかも」と少年が言った。 それはとても奇妙な本ばかりだった水銀や塩やりや王様のことが書いてあって少年には少しも理解できなかったしかしすべての本を通して繰り返されている一つの考えがあったそれはすべてのものはただ 一つのものがさまざまに現れたものに過ぎないということだった。ある本の中で少年は錬金術の最も重要な文献はほんの数行からなるもので、それはエメラルドの表面に書かれているということを知った。それは エメラルドタブレットのことだよとイギリス人は言った少年に何かを教えることができて彼は得意だったではなぜこんなにたくさんの本が必要なのですかと少年が尋ねたその二三行を理解するためだよとイギリス人が言ったが彼は 自分の言っていることを本当には信じていないように見えた少年にとって最も興味深い本は有名なアルケミストたちの物語だった彼らは実験室の中で金属を純化することに一生を捧げていた彼らはもし金属を何年も何年も熱すればそれぞれ 固有の性質が蒸発してしまい残るものは大いなる塊だと信じていたこの大いなる塊は彼らに地球上にあるすべてのものを理解させてくれるはずだったなぜならそれはすべてのものが意思を通じ合うための言葉だからだ彼らは それを発見するること、大いなる作業。それは液体と固体からなっていたと読んだその言葉を理解するにはただ人や全長を観察するだけではダメなのですかと少年が尋ねた君は何もかも。 すぐに単純にしてしまう癖があるね」とイギリス人はイライラして言った錬金術はもっと真面目なものだよすべての段階はマスターがやったのと全く同じように正確にやらなくてはならないんだ大いなる作業の液体の部分は不老不死の冷や と呼ばれ、それはすべての病気を癒しアルキミストに年をとらせないということを少年は学んだそして個体の部分は「賢者の石」と呼ばれていた「賢者の石を見つけるのは簡単なことではない」とイギリス人が言った。 アルケミストは何年もずっと実験室で金属を純化する日を見て暮らしたのだ彼らはあまり長い時間火のそばで過ごしたので次第次第に世の中の虚職をあきらめてしまった彼らは金属を純化することは自分自身を純化することだと発見したのだよ少年は クリスタル商人のことを思った。彼は「お前にとってクリスタルを磨くことは否定的な考えから自分を自由にすることなのだよ」と言った少年はますます錬金術は日常の生活の中で学ぶことができると確信したまた イギリス人は言った賢者の石はとても魅力的な財産なんだよその石のほんの一かけらで大量の金属を金に変えることができるのだと言ったそれを聞いて少年はますます錬金術に興味を持ったそして忍耐強くやれば自分も すべてを金に変えることができるようになるだろうと思った彼はそれに成功したいろいろな人の伝記を読んだヘルベティウスエリアスフルカネリスゲルベルなどだったどれもとても魅力的な物語だったその誰もが 自分の運命を最後まで追求していた彼らは旅行し賢人と会い疑い深い人たちに奇跡を起こしてみせ賢者の意思と不老不死の霊薬を持っていたしかし大いなる作業を達成する方法を学びたいと思った途端彼は どうしてよいか全くわからなくなってしまったただ挿絵と暗号で示された指示と曖昧モコとした教科書があるだけだった彼らはなぜ物事をそんなに複雑にしてしまうのですかある夜少年は。 イギリス人に尋ねた。少年はイギリス人がイライラして本が手元になくて寂しがっているのに気がついた知る責任のある人たちが理解できるようにさと彼は言ったもし誰もが鉛を金に変えるようになったと想像してみたまえ金は 価値を失ってしまうよ我慢強く物事を深く研究する人だけが大いなる作業を達成できるんだだから僕は砂漠の真ん中まで来たんだよ僕は暗号の解読の仕方を教えてくれる本当のアルキミストを探しているのさこれらの本は いつか枯れたのですかと少年が聞いた。何世紀も前さ。でも、その頃は印刷機がなかったのでしょうと少年は言った。普通の人には錬金術を学ぶ方法がありませんよ。どうしてそんな変な言葉を使って、差し絵がいっぱい書いてあるのですか イギリス人は少年の質問に直接は答えなかったそしてここ23日間キャラバンがどのように機能しているか注意してみたが何も新しいことは学べなかったと言った彼が気がついたことは戦争の話がますます頻繁に交わされるようになっているということだけだった ある日少年は借りている本をイギリス人に返した「何か学んだかい?と」とイギリス人はどんな答えが返ってくるか知りたくて聞いた彼は戦争の可能性について考えずに済むように誰か話す相手を必要としていた僕が学んだことは世界には魂があるということ。 そしてその魂を理解する人は物事の言葉を理解できるということですたくさんのアルケミストが自分の運命を実現し大いなる魂と賢者の石と不老不死の霊薬を発見したということもわかりましたしかしそれにもまして物事というものはすべて。 とても単純なのでエメラルドの表面に書くことができるということを学びましたイギリス人は失望した何年にもわたる研究、魔法のシンボル奇妙な言葉や実験道具。こうしたものは少年には少しも印象的ではなかったようだ。 彼の魂はあまりに初歩的でこうしたことが理解できないに違いないと彼は思った彼は本を受け取るとそれを再びカバンの中に詰め込んだ「元のようにキャラバンを観察していたらいいよ」と彼は言った 僕には何も教えてくれなかったけどね少年はまた元のように砂漠の静寂と動物たちのあげる誇りをじっと見つめ始めた人は誰でもその人その人の学び方があると少年は独り言を言った彼のやり方は僕とは同じではなく 僕のやり方は彼のやり方と同じではないでも僕たちは二人とも自分の運命を探求しているのだだからそのことで僕は彼を尊敬しているキャラバンは昼も夜も旅をし続け始めた。 顔を隠したベルウィンたちが、前より一層頻繁に現れるようになった少年と仲良くなったラクダ使いは部族間の戦争はもう始まったと説明してくれたもしキャラバンがオアシスに到着できればそれはとても運がいいことだと言った動物たちは疲れきっていた。 そして人々はお互いにますます話をしなくなった沈黙は夜の最も恐ろしいところであったラクダのうなり声は以前はただのうなり声に過ぎなかったが今ではみんなを震え上がらせたそれは襲撃を受ける 前触しかしそのらだしかいはあまり戦争を心配してはいないようだった私は生きていますと彼はある夜一房の夏目メヤシを食べながら少年に言ったその夜は火もなければ月の明かりもなかった私は 食べているときは食べることしか考えません。もし私が更新していたら更新することだけに集中します。もし私が戦わなければならなかったらその日に死んでもそれはかまいません。なぜなら私は過去にも未来にも生きていないからです。私は 今だけにしか興味を持っていません。もし常に今に心を集中していれば幸せになれます砂漠には人生があり空には星があり部族の男たちは人間だから戦うということがわかるでしょう人生は私にとってパーティーでありお祭りでもあります なぜなら人生は今私たちが生きているこの瞬間だからです二晩後、少年はベッドに入る前に毎日従がってきた星を探した彼は地平線が今までより少し低くなったように思った星が地平線の下の砂漠の中に あるように見えたからだったオアシスだとラグダ使いが言ったではなぜ今すぐ行かないのかなと少年が聞いた寝なくてはならないからね日の出とともに少年は目を覚ました彼の目の前昨夜 小さな星が見えたところにナツメヤシの木が砂漠の地平線に果てしなく広がっていたやったぞとイギリス人が言った彼もまた朝早く目覚めたのだったしかし少年は黙っていた彼は砂漠の静寂をよく知っていた。 そして木を見ているだけで満足していた少年はその先ピラミッドに着くまでまだ長い道のりを行かねばならなかったそしていつか今朝のこともただの思い出となるだろうしかし大切なのは今という時間だったラク使いが言ったように 人生はパーーティーだった。彼は、過去の教訓と未来の夢とともに今に生きたいと思った夏目足の風景はいつかは単に思い出になってしまうけれど今はそれは日陰であり水であり戦争からの 避難場所を意味していた昨日の夜はラクダの鳴き声は危険の合図だったそして今は夏目足の林は奇跡を告げるものだった世界は多くの言葉を話すものだと少年は思った。